曜日の昼12時に行ったんですけど、お客さんは僕だけと、ちょっとこの先不安なラーメンつけ麺信長でございます。今日は迷いましたね。味噌つけ麺にするか情熱味噌ラーメンにするか迷ったんですけど、今日は情熱味噌ラーメンを注文しました。営業時間は通し営業ですね。食べログも私が書いておきましたんで安心してください。信州味噌と札幌味噌をブレンドした味噌ラーメンですね。あ、つけ麺がメニューの初めに来るということはいいんじゃないでしょうか。豚味噌つけ麺、これを今度食べに来ようかなと思ってますけど、今日の情熱味噌ラーメン次第かなと思います。まあ味噌ラーメンなら岐阜だと札幌亭一政、こちらの2店舗が飛び抜けてますね。バランス、うまみ、コク抜群です。名古屋なら碧南市の人力、以前 YouTube のけた人力、そして八流がおすすめです。基本大人気店はちょっと濃い味で作ってますからね。僕が濃い味が好きじゃなく、好きというふうに比例して、人気店は基本味噌ラーメンは濃い味でした。この店は結論から言うとかなり薄味でしたね。はい、ただ量はかなり多く、コスパは最高なんじゃないでしょうか。もやしも札幌亭、岐阜の6畳の札幌亭の特上ぐらいありましたね。普通の情熱味噌ラーメンでこんだけのもやしは炒めてありましたね。味は無味でした。ただここの特化するのは麺がもちもちツルツルでしたね。卵麺で、やわ麺で、麺単体でいうとすごく美味しいんじゃないかなと。だもんでつけ麺は結構期待できるんじゃないかなというふうに思います。この店はもうちょっと味を濃くした方がいいんじゃないかなと思います。こちらですね、情熱味噌ラーメン、器がでかい、もやしもこんだけたっぷり、コスパは最高ですね。ほら、グラスで大きさを表してます。油も程よく入ってますね。こちら麺美味しかった。別にまずくはないんですけど、また行こうとは思わないかなっていうお店感ですね。あまりおすすめはしないし、札幌亭一政がある以上、僕はそっちの2店舗を個人的にはおすすめするので、ごめんなさいかなって感じです。こちらが豚丼ですね。ちょっと辛いっていうマークついてたんですけど、全く辛くないですね。はい。あと臭みが相当強くて、こちらはかなりごめんなさいの部類かなって感じです。味もしっかりついてなく、悪いところばっかり見えた豚丼です。でも今後頑張ってほしいですね。こちらのラーメンつけ麺信長の店舗は今まで4店舗閉店してきた立地条件のお店ですんでね、今が正念場、頑張っていただきたいなと。豚やんですね。はい、すいません、豚丼じゃなくて豚やんですね。一品料理も多数揃えています。お値段はちょっと高いですね。生姜焼きなど麻婆豆腐など700円ですからね。そう考えると王将のありがたさを身に染みて感じるんじゃないでしょうか。メニューは豊富ですね。この肉、冷たい肉そばなど、情熱味噌ラーメン、つけ麺、そして北方ラーメンも結構おすすめだそうです。こんだけあると迷っちゃいますね。飽きさせないメニュー構成だと思うんですけど、また言いますけど、もうちょっと濃い味にすればバッチグーかなというふうに思います。まあ、新店ですけど、今日もバッサリ切らせていただきました。今日の夜は新店の岐阜の北島にある焼肉ザクロに行って、また YouTube 載っけていきますんで、そちらもぜひご覧ください。ザクロは名古屋に3店舗ですね。で、岐阜に8月31日オープンしたお店ですので、ぜひそちらもご視聴、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。でも、ご来店お待ちしております。バイチャー。